こんにちは、Gボーイ明石店です。本日ご紹介させていただきますお車は平成16年式日産モコです。それでは外観の方から見ていきたいと思います。まず1箇所目ですね。こちらに、ここですね、薄い線傷があります。で、この部分とこの部分ですね、この2つはちょっと深い傷になってますので、タッチペンで補修した方がいいかなと思います。とですね、大きなものではないんですけども、こういったところに薄く小傷が入っております。とこちらですね、ここにおそらくリアのトランクを開けた時に当たったんだと思うんですけども、若干、歪みというか、まあ、曲がりっていうんですかね、による傷が出ております。下もそうですね。でそれに伴ってここですね、テールランプの一部がちょっと割れてるような状態です。まあ外れるっていうようなところではないですね。こちらも気にしなければ問題はないかなと思います。その他にでもですね、よく見れば分かるような、小傷っていうのが若干ちょこちょこと全体的にございます。はい、そうですね、まあ細かい傷がちょっとありますんで、実際には直接お車を見ていただいて、担当の営業の者にどこに傷ありますかっていうふうに聞いていただくのが一番確実かと思います。それでは内装の方に行きたいと思います。まず走行距離ですね。距離の方が 78,836 キロとなっております。大方8万キロっていうところですね。とこちら、車外比のナビがついてるんですけども、こちらの方今ちょっと DVD のナビロムがないような状態となってますので、前のオーナー様はオーディオとしてお使いだったようです。ただまあ DVD は映りますので、地図が使えないだけというような形になっております。あとこちらエアコンですね。とあと、ここですね、ちょっと暗くて見えづらいかと思うんですけども、ハンドルの下これですねに ETC がついております。とミラーは電動の格納ミラーですね。あとキーはキーレスになってます。シートの方なんですけども、まあ特段大きな穴破れとはありません。ただまあこの辺りですね、若干のすれっていうのは出ております。2列目の座席ですね、これもシートには特段、破れとはありません。ただ、下の部分ですね、ここですね、このフロアの部分がちょっとこう破れているような状態になってます。ちょっとこれ見やすくするために、ここのフロアマットは前の座席に置いてますんで、実際の販売の車両の方、こちらの方ですね、本来は、ここちゃんとフロアマットありますので、はい、と最後にラゲッジスペースですね。こちらもこんな感じですね。一応こちらシートが倒してフラットになるようなものになってますので、今荷物を積む際にも十分積めるかと思います。とこちらですね、車外比にはなるんですけども、キセノンのヘッドライトですね、こちらですねがついております。とこちらの奥ですね、8万キロ走ってはいるんですけども、タイミングチェーン方式のお車になってますので、10万キロでのタイミングベルトの交換というのは、必要ないものになっております。エンジンルームこんな感じですね。でコーションプレートはここですね、
カラーナンバーが ZEQ ですね。こちらの車両ですね、気になられた方は直接お店の方までお問い合わせいただくか、カーセンサーの方よりお問い合わせいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。